近藤寺一郎から1960年4月14日は愛知県厚見郡高松村出身の政治家。愛知県東三河地域を日本有数の農業生産地に変えた豊川用水の構想発案者として知られる。厚見郡議会議員、愛知県会議員、衆議院議員、豊橋市大12大市長、建設会社の東海工業所大社長。 近藤十一郎生誕の地であることを示す石碑。田原市高松町、京塚の高松東部農村広場にある。1870年、愛知県厚見郡高松村で、庄屋を務めていた家の長男として生まれた。小学校の高等科卒業後、15歳の時に、これからの国民は法律をわきまえなければならないと考えて、家族に告げることなく父の友人を頼って、東京に上り、 明治法律学校へ入校した。しかし、ことぶき一郎は長男であり、家を継がなければいけない立場であった。まもなく父の懇願により帰郷し、高松村役場の初期をしながら、明治法律学校の校外生として法律を学んだ。1892年6月には村の収入役、翌年3月には助役となっている。この時期、厚見半島では、 旧田原藩士族層、20歳になった、ことぶき一郎は自由党に入党し、地元から村松愛蔵が衆議院議員選挙に立候補すると、熱心に選挙の応援を行った。特に1894年の第3回衆議院議員総選挙では、村条約の立場にありながら1ヶ月も、高松村に帰らず、暴力も行き交う選挙戦に熱心に加わった。 翌1895年3月、助役を辞職し、東三河地方の中心地である豊橋町に転居し、自由党東三支部に参加した。その後、新聞であり、自由党の地方機関紙でもあった、東海日報、その後、新庁報の記者となり、1904年には社長となった。1923年より、愛知県議会議員を4期務めた。 県会議員の時に1921年7月から12月にかけて5ヶ月間、シンガポール・マレーシア・インドネシア方面に行き、東三河の発展のヒントとなる港の建設工事や農業水利事業を視察した。豊橋市赤岩山内に立つ近藤を11郎道像。近藤が亡くなる2ヶ月前の1960年2月に近藤を地蔵建設会によって建てられている。後、 1932年に第18回衆議院議員総選挙で当選し、立憲政友会の所属議員として一期、1936年より豊橋市議会議員を一期、1941年から1945年まで豊橋市長を務めた。戦時中に豊橋市長を務めていたゆえ、同時に大政翼3回豊橋市支部長の職にあった。 このため GHQ によって公職追放処分を受けた。その時すでに老齢であったため、それを機に政治の世界からは引退した。政界引退後は、終戦後の食料増産のため機械での開拓開墾を進めるべく、1946年6月に豊橋政財会人らと共に豊橋市の総合建設会社として、東海工業を創立、初代社長に就任して、 用去る前までその職務に当たった。ことぶき一郎の出身地である、厚見半島の赤羽地区を含む氷浜一帯では、灌漑用水だけでなく、飲料水、生活用水の不足にも悩まされていた。赤羽は土地が高く、水が出ないので、雨水を貯めたり、井戸水を亀に貯めたりして使用した。共同井戸から家庭に水を運ぶのは、主婦や子供の仕事であり、重労働であった。 ことぶき一郎の出身地である高松町の隣の地区出身の作家である山田元の水の歌には目に教えてもらいながら寒空に水汲みをする主人公の様子が描かれている。日露戦争後の1905年、厚み軍の農民は天水や井戸水に頼るほかなく、たびたび考え被害に遭っていた。近藤純一郎は国民の生活を安定させるためには開墾開拓。 土地改良、灌漑用水等を行い、食料を増産することが必要であると考えていた。1921年当時、愛知県議会の議員だった、ことぶき一郎は、東南アジアへ単身視察に行った。その時に、ジャワ島で見た、オランダの農業水利事業をもとに、奥三河の売れ側に大潮水池を築き、厚見半島などへ灌漑用水を建設する計画を、思いついた。 自助伝、混弱物語の中で、ことぶき一郎はこう回想している。バンジャル付近に行くとなんとなく、空気も変わってきて風も涼しくなってきた。だんだん山へ戻るので山の中腹をうねりうねりして、進行すると、山と山の間に見える水田はいかんなく開けている。谷川の水里は高い高い山の頂上まで鉄管にて、鳥系斜面の山腹は、段を刻んで棚田をなし。 ジャワの濃厚は実に推理が長けていていたれり、ことごとくせりで僕はこれを見て蓬来で三賛無役に、園庭を築き大貯水池を設け、豊川に、落とし厚み軍をはじめ東山の灌漑用水を作るべきヒントを起こしたのである。帰国後、それを別の案件などと共に試案として、県議会に提出するも、金庫と武器の大風呂式、正規の大ボラなどと一緒に付され、 まともに取り上げられることはなかった。その時、愛知県高知課長横田力一氏が共鳴し、共同で蓬来寺山脈にダムを築く案を立て、農林省に陳情したが一周された。しかし寿一郎は諦めずに、豊川用水の必要性を力説し続けた。衆議院議員に転身した後も主張し続け、ついに1932年、国営事業として、 豊川用水の建設が実施されることとなった。ところが、この時の事業計画は、日中戦争、太平洋戦争の勃発によりいつの間にか、立ち消えになってしまった。戦後、再び、豊川用水構想は実現へと進み始めるが、ことぶき一郎が、その完成を目にすることはかなわず、1960年に89歳で、よう去った。 豊川用水が全通したのは、1968年のことであった。田原市赤羽町に立つ近藤十一郎銅像。1994年建設。出身地、高松町の温室地帯を見下ろす位置に建てられている豊川用水構想を県議会に提出する際、三河湾を日本屈指の港として整備し、浜名湖と三河湾を結ぶ運河を建設すること。 厚み郡赤羽村池尻川を避難港県漁港にすることを同時に提唱した。しかしながら、当時としてはあまりにも壮大な話であったために、それらの提案はまとめて、金庫と武器の三大ホラと言われた。あとに一つ目のホラは、現在のウレダム及び豊川用水として実現し、その恩恵により東三河地域は、日本屈指の農業生産地に発展した。また、 二つ目のホラモ一部は、現在の三河港として、三つ目のホラモ1952年に、遠州灘における、唯一の第四種漁港として、指定を受け現在の赤羽漁港として、いずれも戦後になってから実現されている。ありがとうございます。